初雪さくら。はい、どうも、東足チュートレのつくもです。ということで、初雪さくら、さくらルートパート6ですね。ちょっと前に5の時に6って言っちゃったんですけど、今回がね6となります。じゃあ続きから始めていきたいと思います。はい、古本屋さんおはよう。はい、薬屋さんおはよう。学園まで徒歩20分、閑静な住宅街。考えてみると結構有料物件じゃない？住宅街じゃねえだろ。何より朝から二人でこうしてちらなんだよ。イエルカパンチ。うぜえ。というか一晩で機嫌が治ってやがる。朝から若干ついていけないテンションなのが困るが、ペアペア怒られるよりはこのくらいが楽か。イエルカパニー。朝からこのテンションというのも鬱陶しいっちゃ鬱陶しいが、まあ初体験忘れたってのは確かに俺が悪い。今朝くらい機嫌取っておくが。おい玉木。ん？お前可愛いな。はい。今朝のお前はなんというかみずみずしい。昨晩あれだけ風呂に入ってからかな。どうしたの？いきなりみずみずしいトマト？あ、よく熟れたトマトのようだ。ピンと張りがあって甘みがありそうだ。かぶりつきたいくらいだぜ。かぶりつく。なんならここで。ええー、かぶりついていいか玉木。いや、いやー、川野くんがおかしいよ。逃げていった。わからん。せっかくこっちがクソ恥ずかしいの我慢してサービスしてんのに。トマトの例えがダメだったのか。あいつトマト嫌いだっけ。今度ガンモにでも例えるか。しばらく歩くとコソコソと電柱の陰で玉木が待っている。やっぱりかぶりついてくれますか。どこらへん。ここらへん。そんなとこで卒業アルバムを作らなければならない。あ、そうだな。けども、ものすごいやりとりを直前に見てしまったせいか、まともに初雪と目を合わせられないぜ。あれ見られてたんですか、まさか。あ、何の話だ。お前ら、いたのか。いえ、そんな様子が気になって朝から近くまで見に行ったとかありませんから。嫌がったのか。というかなんで昨日の今日で知ってるんだ。玉木先輩にメールもらいましたから、お泊まりだーって。消えろ。いやー、あの、ぜひお聞きしたいんですが、どれだけ想像力をフル稼働させても、あ、に至る経緯がわからないのですが。わからなくていい。あれはなんか川野くんが私がトマトみたいだとか言い出して。お前も説明するの。先輩、初雪、トマトってちげえ。あれは違うんだよ。昨夜さすがの俺でもまずいことをしたなって思うから。まずいことしたって何ですか。同棲するや否や何しでかしたんですか。私の初めてを。初めてって何ですか。初めてのトマト。放課後、写真の並んだ、机を8人で囲みながら編集作業を進める。年度と行事ごとの写真の区分けは写真部の人がしてくれてるから楽みたいだね。あとは素人目に良さそうな写真選んでいって、できるだけ写ってる人が被らないように気をつければいいんですよね。結構あっという間かもしれないなこれ。けどあれですね、先輩の写真を全然見かけないんですが。ああ、なんだいきなり。別に意識して探してたわけじゃないですからね。私は意識して探してたけど確かに全然ないよ。どうせカメラ向けられたらガン飛ばしてビビらせてたんだろ。やだね、ヤクザは。しねえよ、多分。そもそもイベントごとをほとんどサボってたから今頃こんな作業やらされてるんだ。イベントの写真もあるはずないだろ。あー、なるほど。こりゃ確かに川野が適役かもね。自分も写ってなければ知り合いもほとんどいない。ひいきのしようがない。こうして並べてるとちょっと羨ましくなるね。
3年間私が参加できなかった楽しいことがいっぱいあったんだなって。俺に同意を求めるなよ。俺は全くかけらも羨ましくない。無理をするなよ。いろいろあったからだろ。愛に目覚めた今、得られなかった愛を惜しむのはおかしくないんじゃないかな。何言ってるんだこいつは。って、望む？お前何泣いてるんだ。なんと意地らしい。自分たちの写真がない二人がみんなの思い出を並べて幻の思い出に思いを馳せる。キモい感情移入してんじゃねえぞ。ま、こうして眺めてると懐かしいというより後悔ばっかが浮かんでくるよ。くそ、あの頃の俺はなんであんなダサい生き方してたんだ。過去に戻れたら、とぼけた俺の面引っ叩いてちゃんとしろって言ってやりたいぜ。何をする。ちゃんとしろ。は？やり直す。そうだ！と、八浦望は立ち上がり、ホワイトボードの前へ移動する。俺はイベントを考えたぜ。そうか、頑張ってこい。俺のイベントじゃなくて、初雪と玉木先輩のためのイベント。ノーサンキュー。遠慮深い。せめて聞いてほしいぜ。これから卒業までに二人のための卒業アルバムを作る。ホワイトグラデュエーション。どういうこと？事情があるからといって全く卒業アルバムに写真が載らないのは悲しいぜ。そこでこれから初雪と玉木先輩の写真を撮りまくって別のアルバムを作る。とぼけたことを考えてる暇があったらこっちの手伝いをしろ。ふん、初雪、随分と生意気な口を聞くようだが、そっちの口は濡れ濡れみたいだぜ。ああ、って二人のアルバム。おお、確かにこっちの口は濡れ濡れだった。きっといつか時間が経った時発見するはずだぜ。短い間でもかけがえのない瞬間、駆け抜けたウィンター。かけがえのない瞬間、駆け抜けたウィンターキン。あ、ちょっと待ってくださいね。かけがえのない瞬間、駆け抜けたウィンター、君とのメモリー。あ、なるほど、メモリー。鼻血出しやがった。アホめ、何が二人のアルバムだ。そんなかったるそうなことやってられるか。私はのぞちゃんに賛成だな。素敵な提案だと思う。ああ、てめえまた腐れ乙女脳全開にしてんじゃねえか。乙女脳とかじゃありません。今はピンとこなくても絶対将来寂しく思う時も来ますって。そんな軟弱な将来なんて考えたくないの。軟弱な将来なんて考えたくない。それもわかるぜ。わかるな。あなた方はなんか言葉の響きに共感してるだけじゃないですか。だけど今こそ前に出るべきだぜ。皆さんにも協力してほしいぜ。おい、何やる前提です話進めてるんだ。協力してもいいが条件がある。俺の前半の、つまり2年途中までの写真を全部処分しておいてくれ。何ですかその要望。黒歴史なんだ。生きる意味も見つけられず、ただ飼いならされていた犬の顔が写っている写真なんて残せるか。今が黒歴史真っ盛りという感じだがな。つうかこうして見ると私らの写真もほとんど見つからなくない？3年の途中からは行事結構老けてたからな。言うても川野とか玉木さんよりは出てるっての。なんで私こんなはみられてるわけ？あれじゃない？ほら、いつか写真部と揉めたでしょ。それから私たちのこと避けるようになってたじゃん。あれ、写真部の男子がなんかやらしいアングルで撮ろうとしてたから蹴飛ばしただけじゃん。ああ、卒業アルバムではみられるくらいならパンツの1枚や2枚撮らせておけばよかったな。いや、ダメでしょ。でもこうして見るとちょっと寂しいよね。みんながワイワイしてる中で自分の写真だけないってのも。川野、私らも協力するわ。だからあんたらの愛のメモリーに私らも入れたってよ。愛のメモリー、はあ、
幻の愛の3年間が今ここに。初回特装版には川野くんネントロイドもつくよ。おい、だから煽るなって。こいつ偉いことになってるぞ。責任取るよ。でも誰が写真撮るんですか？こういうちゃんとしたアルバムってそれなりに腕がないときっと様にならないですよ。写真部の連中は仕事取られて拗ねてるんだろ。心当たりがあるぜ。兄さんがカメラが好きで結構いいの持ってて、雑誌屋なんかにも投稿しているらしい。あのムッツリめ、何を撮っていたんだ？先輩じゃないんですから。普通に景色とか撮ってるんじゃないですか？何撮ってるの、のぞちゃん？鉄道。なるほどよ。ということで駆けつけてくれました。早かったな。お前最近は学園に出てきてなかったよな。面白いことをしているみたいじゃないか。それも俺のカメラが必要だという。なんだ、何を撮ればいい？何を撮ればいい？さあ撮らせろ。ちょっとキャラ崩壊が。卒業アルバム。まあ構わん。俺のカメラが必要なんだな。とりあえず最初の1枚行ってみようか。じゃあ先輩と玉木先輩のツーショットで。あ？お二人さん笑って笑って。やっほ。河野も笑わないと絵にならないぞ。いいだろ別に。卒業アルバムに仏頂面載せるんですか？後で見たら絶対おかしいですって。弱すぎる。なんかクツクツ言ってましたよ。呪いの教本でも作るつもりですか？なんであなたは普通にするってことができないんですか？本当にやるのか？おい、イベントなんてこのメンツでやり直しても寒々しいだけだぞ。必要なら集めるまでさ。誰がこの忙しい時期にこんな馬鹿げたことに協力するか。熱いドラマを語ればみんな分かってくれるはずだぜ。おい、みなぎってきた。行ってしまった。え、もう一つのアルバム？河野くんたちのために？へー、イベントをやり直し？へー、面白そう。なんだ東雲、それが誰かの卒業のお手伝いなのか？まあお前には、俺が志望校を変えたいって相談した時教師に取りなしてもらったしな。いいぞ、協力しよう。オンに切るぜ。驚いたことに、のぞむが声をかけると大抵のやつがうさんくさそうな顔をしながらも好意的に参加しようとする。受験が終わった連中は暇してるだけという感じもするが、そしてあわよくばもう一つのアルバムとやらに顔を出して思い出作りにしたいといったところだろうか。というわけで人員は揃ったぜ。どんなイベントからやってみる？はい、ということで水泳大会、合唱大会、球技大会ですね。じゃあもう普通に上から行きましょうか。水泳大会選びたいと思います。水泳大会。水泳？外を見ればチラチラと白いものが降っていた。どう考えても無理だろ。うちのプール屋外だし、今はカラカラだろ。これから掃除して水貯めるか。この時のためにおかみが作ってくれていた施設があるぜ。柳公園そばにある雪解けプール。何？このメンツで行くのか？どうやっても大会にならないぞ。この際大会とかはいいじゃない。泳ぐことに意義があるんだよ。めちゃくちゃだな。水泳以前に主なメンバーが玉木と望むというのが激しく不安だ。東は練習とかで帰ってしまったし、白崎ウンタラーも何かの練習とかでいなくなった。あいつらクラブにでも所属していたっけ？あやや、どうしたの？ん？いや、ちょうど1年前のことを思い出していてね。自分の卒業する前のこと。不思議な気分だよ。自分の辿ってきた道と同じようなところを後輩たちが続いていくのを目の当たりにするというのは、浪人なんて立場で立ち止まっているせいかもしれないね。そうでなければこうやって振り返る暇なんてなかったのかもしれない。ん、1年前のこと覚えてるの？いや、あんまり。それじゃあ各自家に水着を取りに戻って
プールの前に集合だぜ。待て、いつの間に行くことに決定してるの？だって別に方法がないじゃないか。水泳大会にこだわることはないだろ。他の何かにしろ。なんでそんなに嫌がるの？冬らしくないからだ。そりゃいろんなイベントなぞってるんだから、冬らしくなくたってしょうがないじゃないか。お断りだ。何が嫌なの？温水プール最高じゃない。現代科学が生んだ常夏の楽園よ。そんなところじゃないからな、温水プールは。いいか、レッツゴー。レッツゴー。じゃあ牢に向こい。え、なんで？なんでもだ。白熊も？お前は留守番だ。てめえは勉強があるんだ。望むと玉木の引率を浪人に任せておけばまだ気も楽だろ。まあいいけど。それじゃあレッツゴー。レッツゴー。川の子ゆきち、初雪泳げないんだね。正解じゃない。ああ、このね BGM ね、まあやってる人ならわかりますよね。別ゲーのね、うん、泳いだことがないだけだ。泳いだことがないって、授業はどうしてたんだい？うちは水泳については選択授業だったと。武道との、それで華麗にスルーした。それ以前は？まさかずっと水泳から逃げられるものじゃないでしょ。ガキの頃はまあいやいや参加してたけど、それ以降は老けた。嫌なものからは結構素直に逃げてたんだね。ヘタレだね。かっこ悪いぜ。俺みたいなやつはこういうウィークポイントの一つでもある方が可愛げがあるんだよ。なんか勝手に萌え要素だと主張しだしたぜ。諭吉が金槌と言われても、ああ過去の行いのせいで何か重たい業を背負っているんだなとしか思わないよ。すげえこと言うの。頑張ろう。これを機会に泳げるようになろうよ。泳げれば外国へだって行けるよ。泳げなくても行けるだろ。諭吉の場合水が怖いとかでもないし、普通に入ることもできるんだから。単に浮くことができないのと前に進むことができないだけでしょ。ちょっと練習すればすぐだぜ。今まで逃げ回ってるからこんなことになるんだぜ。こうだよ、こう水と戯れるようにパシャパシャと。こうか。決定的に何かが間違っているぜ。まるで川の子の生き様のように。あ、ごめんなさい。諭吉は水に喧嘩売ってる感じだよね。いいえ、と妙だ。もっとこう水さんと友達になって戯れる感じだよ。川の子、水さん一緒に遊びましょう。水さん遊びましょう。プクク。泳げないのになんでそんな技を持っている。女どもは胸元に浮き輪つけてるから簡単に浮くことができて得だよな。いくらでも男の人も泳いでるのが見えないのかい。川野くん、もっとこうね、お水さんと友達になる感じで優しくたおやかにできないの？パシャパシャパーシャパーシャパッシャパシャパーシャパシャ。違うぜ初雪、友達とはいえライバルのように厳しく向かい合わないと。パシャパッシャーパシャシャーシャーパシャパシャパシャシャーシャー。いや、静かに心を澄ませるんだ。明鏡止水の境地で君自身が澄んだ水と一体化するんだ。パシャ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 。友達パシャ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 。ライバルパシャパシャパシャシャシャ。明鏡止水すごいこれ。パシャパシャ、もう遊び物にされてるじゃないですか、川の発撃が。てめえらいい加減なこと言って人のことをおちょくってんじゃねえだろうな。ねえねえ彼女ん、そんな男といたって退屈だろ。俺たちとあっちで泳げる？今のところいい感じにいじれて楽しいんだけど。ねえ、
おい、そんな男と言ったか。お前は泳げない俺を嘲笑いに来たわけだ。いいぞ、せいぜい泳げない俺を笑うがいい。しかし忘れるな、いくら泳ぎが上手かろうが陸に上がれば誰が強いのか。悪かったよ、ちょっと彼女たち可愛いから声かけただけじゃ。なんかすげえ機嫌の悪い男がいた。殺されるかと思ったぞ。あんなメンツに囲まれて何が気に入らないんだ。警戒してるんだろ、俺たちみたいな男は寄ってくるから。ありがとう、川野くん。ギロリ、怖い。お前らも分かってるんだろうな、陸に上がれば誰が一番強いか。女の子脅し始めたよ。でも感動だぜ初雪、俺たちに声をかけてきた男の子追い払ってくれるなんて。は？うんうん、ああいう時はさすが男の子という感じだね。ちょっとキュンとしたよ。よっナイト様。何言ってるんだ、そんなんじゃない、勘違いするな。今の感じ、あ、照れながらバタ足がちょうどいい感じに見えたよ。照れてね。なるほど、少し照れながらバタ足だよ。何言ってるんだ、パシャ、勘違いパシャするなよな。俺はパシャ、ただそんなんじゃないんだからパシャ。何言ってるんだパシャ、勘違いパシャするなよな。俺はパシャ、ただそんなんじゃないんだからパシャ。何をさせるんだ。本当に遊ばれてますよね。珍しく難しい顔で考え込んでる。どうせろくなことじゃないんだろうが、ため息がいちいち鬱陶しいので聞いておくか。何悩んでんだよ川野くん。あ、これから二人で暮らしていくにあたって決めなきゃいけないことがあると思うんだ。トイレのやり方か。はあ？私は他人の家でもちゃんとトイレくらいできるし、大変な方するときはちゃんと水流してせせらぎの中でやってるし。てめえのトイレなんて誰も気にしねえよ、その畜生だ。ネム？ネムは大丈夫だよ。大丈夫じゃねえだろ。どうしてんだ、物陰から黒いのがコロコロ出てきたらそいつが真っ黒な丸焼きになると思え。ネムは奥ゆかしいから外でこっそりしてるから大丈夫。ふん、そっか。そうなのだ。あ、エキザイルだ、かっこいいね。俺の方がかっこいい。またまた。でも私限定だとエキザイルよりかっこいいよ。なんちゃってぴゃーん。てめえ限定じゃねえよ、普遍的にかっこいいんだよ。なんでエキザイルにライバル心燃やしてるの。冗談だよ。このお茶目くんめ。私さっきまで悩んでたはずだよ。思い出すまで長かったな。分かってるならちゃんと突っ込んでよ。はいはい、何に悩んでたんだよ。あなたのあだ名すごい噛んじゃいました。あだ名、ずっと川野くんというのもどこかよそよそしいよね。もっと相性みたいなものがいると思うんだ。同棲するほどの恋人なんだから。ぴゃーん。まあ恋人イベントにありがちなね、呼び名が変わるってやつですよね。あだ名くらいあった方がいいと思うんだよね。呼び捨てとかも考えたのですが、初雪、さくらとか。初雪って呼ぶとなんかあって言われそう。のぞちゃんが先に取ってるし。先も後もあるから、まあ呼びたきゃ勝手にしろ、よっぽどたわけたあだ名でなければ。あと下の名前絡みはやめろよ、どうせ雪うんぬになるのが見えている。わかったよ、その方向で検討に入ります。川野、川野、カボボン、カノンちゃん。いやもう最後誰。カノンちゃん、ちゃんじゃねえ、ありえない、な女っぽい名前。カノノンちゃん、カノンちゃん、カノンちゃん。カノンちゃんから離れろって。ゆきんこ、はっちゃん、はゆはゆ。下行くなっつったよな。そうは言っても川野くんという名字に限界を感じてきたよ。発想の転換が必要だ。
固定概念を打破するコロンブス的思考。見つけるのではない、あだ名は元からある、呼ばれるのを待っている。その声に耳を傾けるんだ。お前、たかだかあだ名で根詰めてんじゃねえよ。国内にこだわるからいけないんだ。これからのグローバル社会、あだ名もグローバルでなくては。スノーちゃん、スーちゃん、スーちゃん。はねえな、どこまで遠ざかってんだよ。グローバルすぎだ。いいじゃん、かわいいよ。かわいいからダメっつってんだ。スーちゃん、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 すっきゃね。なんちゃって、ぴゃんぴゃん。てめえが自分一人で喜んでるだけじゃねえか。だいたいな、俺は雪って名前じゃなくて初雪って名前だからな。ただの雪じゃねえところにアイデンティティがあるはずなのに、それじゃ台無しだろ。あ、それもそうだ。所詮てめえにはその辺が限界ってこった。挑戦的なことを言ってくれるこの玉木さくらににやり。誰だよ。ならばこんなあだ名はどうだ。どんなだ。スーちゃんを残しつつ初というコンセプトも拾っていく。和洋折衷によって生まれるそのあだ名は、そのあだ名は初めてのスーちゃん。死ね、死ねじゃなくて死ね。初めてのスーちゃん、初めてのスーちゃん、初めてすっきゃね。初めてのスーちゃん、初めてのキュー。なんちゃってなんちゃって。さくら、ダメ、川のスー、初めてのスーちゃん、ダメ、初めて、あ、にゃ、にゃん。お疲れ様でした。しちゃったってことですね。お疲れ様でした。さて、私はどうかな。何が。私にどんな可愛くて親愛のこもったあだ名をつけてくれるのかドキドキしてるのですよ。玉金以外の何があるってんだ。それ以外の何かしかないと思いますか。ああ、じゃあ、あれでいいんじゃないか。あれというと。バニー。いまいち、バニーは好きだけど、それはあまりに最大公約数的すぎて、私を見れば誰でも思い浮かぶというか。そうでもないだろ。もっと、川野くん、スーちゃんだからこそ、誰より私を知ってる私の恋人、ぴゃー、だからこそ思い浮かぶ二人だけの相性というか、何言わせるの、ぴゃー。普通に喋る。というわけで、スーちゃんに負けないくらいのあだ名、お待ちしてます。無理して言ってるなよ。そのうち馴染むもんね。スーちゃん、スーちゃん、初めてのスーちゃん、スーちゃん、すっきゃね。さくら。ぴゃー。このノリをね、しばらくお待ちください。にゃんにゃん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ところで、あだ名の件ですが。ああ。じゃあ、お前みたいに英語にすればいいんじゃないのか。英語で？なるほど、グローバルバニーだね。しかし、バニーをこれ以上どう英語にすると？英語で、テイスティスですかね？バニー。ちょっと待ってくださいね。テスティスであってそうですね。テスティス？私が英語でテスティス。天使っぽくて悪くないよ。我が名はテスティス。テスティスバニー。テスティス。俺が悪かった。少し哀れになってきたから、このあだ名はやめよう。なんで？そもそもテスティスってどういう意味？我が最愛のとか、そういう意味かと思われる。どれどれ、辞書によると。やばい、これは。ちょっと今調べたんですけど、あ、そういう意味なんですね。ぴゃーぴゃー。悪かったよ。ぴゃー。悪かったって言ってるだろ。玉木って名前が悪いんだよ。どうやってもそっちに行くだろ。まあヒントを言うと、まあ、玉金に近いことですよね。さくらという美しくも気高い名前が目に入らぬか。ベタでいじりようがないんだよな。
桜は英語でチェリーブロッサムだっけ。もっさいね。チェリーでいいんじゃないか。そんなサクランボみたいな名前は納得しかねる。桜なだけにサクランボみたいで納得しかねる。あれ、意外とシャレが効いてていい？いいじゃねえか。チェリーボーイっぽくてピュアでいいじゃねえか。ん？チェリーボーイって何？おしゃれな名前だね。アズマあたりにでも聞いてみろ。アズマちゃん？そうする。決定しました。第1回あだ名選手権は初めてのスーちゃん、チェリッコサクラの優勝です。なんだチェリッコサクラって。何さらっとアレンジしてんだ。まあまあどうでもいいが、お前人前で言ったら殺すからな。人前でなければいいの？初めてのスーちゃん。わかったよ、玉木。早速呼んでない。はい、ということでね、次はね、まあ上から行くんで球技大会を選ぶつもりなんですが、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。